仮面ライダーリバイスを楽しむ視聴者の反応集。コミカルな感じで視聴者側にも語りかけてくるのは好印象。変身待機時のチャットみたいなのも待機中の二人の心の中の会話みたいで面白い。50周年というのもあってか、歴代ライダーの要素が所々に出てるの結構好き。ユーモアもあっていいね。今後も期待できるよね。1話、超理想的だった。変身、OP、バトルシーンがかっこよすぎる。今日初めて見たけど斬新で面白い。バイスが第4の壁を破壊して私たち視聴者に喋りかけるのがたまらなく好き。ライダーのデザインもそうだけど、敵組織と話の進め方が、昭和の特撮よりで複雑な感じはなく、逆に新鮮でシンプルに面白いからよかった。毎週が楽しみ。セイバーであまりなかった肉弾戦をしっかりやってくれているのが嬉しい。壁をボコンボコン壊しながらの戦闘好きすぎる。キックの技量はサッカーで、戦う理由は家族のためで、いろいろ辻褄が合ってるのはすごい好感が持てる。家族全員いるってのが何気に珍しい主人公だよな。キャラよしギャグとシリアスの塩梅よし舞台設置よし設定説明よしアクションよしでクオリティの高すぎる1話だった。もしリバイスが今後打作になったとしても1話はトップクラスだったって胸張って言える自信ある。この調子で最終回まで突っ切ってくれ。デザインがすごく斬新、戦闘スタイルは王道。バイスはデザインは王道なのにアウトローでダークヒーローなのがすごく新鮮。バイスか勝手に武器の名前決めるの好きすぎるし、ネーミングセンス良すぎる。悪魔との契約をポップな感じに書くことで、仮面ライダーシリーズ特有のダークさをうまく子供向けに落とし込んでるな。楽しい作品だけど、影もありそうな二面性を暗示してるの素晴らしい。アイテムがあってそれを悪用する敵がいてそれに対抗する組織があってそれとは別にライダーがいるというシンプルかつ王道な設定。最高。安心して見れる。ここ数年なかった感覚。こういうの大事よほんと。普通にデザインもかっこいいと思うし、内容も面白いから楽しみ。今までの仮面ライダーのオマージュ入ってるの最高すぎる。悪魔っていう今までになかったコンセプトなの、すごい良いなぁ。今後もめちゃくちゃ楽しみ。人生初の抽選販売行こうかなぁ。ベルトが早欲しい。こういう相棒系の仮面ライダー電王、ダブル、オーズ、ドライブは神作の傾向がある。リバイの蹴るって感じのキックとバイスの潰すって感じのキックの仕方がすごく良い。ライダーキックが交差するのめちゃめちゃかっこいい。家族を守るために家族の前で変身する感じ好きだな。基本的な戦闘の体術が自然なのがいい。リバイとバイスのコスチュームの色や見た目も好きだし、最近の敵の見た目も凝ってて敵キャラも好きになってきた。家族を守るが変身のきっかけっていいかも。こんなところにも平成ライダーのリスペクト流れを組んでいる感じあるなぁ。新しさもオマージュっぽいのもたくさん詰まってて好き。ライダー史上最高にアットホームな感じとか、悪魔には悪魔で対抗とかなかなか良いなぁ。面白いね。正義のヒーローなのに悪魔に魂を売るっていうコンセプトいいよね。令和に入ってから、派手すぎないシンプルさに回復している感があって好き。今作は家族との話が濃厚に書かれるんかな、と思ってはいたけど、初変身から家族と戦闘の常連さんたちのいわゆる身内公認ってなるのが意外でびっくりした。個人的に雑魚敵が歴代の中でトップでかっこいい。蹴り技がめちゃめちゃかっこいい。アクションにこだわりを感じる。予想以上に動くとかっこいい。映画の0102みたいなコンビプレイで敵を翻弄しながら倒すの好きだから、この先も楽しみ。若手の演者たちの演技が最初っから全員安定してるのもすごい。桃太郎みたいに最初から陽気な仲間がいるのは神作。久しぶりの桃太郎枠でワクワクがマジやべえ。ものすげえ。セイバーみたいに武器で戦うのも好きだけど、やっぱりスタイリッシュな格闘もいい。すげえわかりやすい仮面ライダーって感じ。小難しさ捨ててシンプルに原点回帰。これだよ、これ、私がずっと求めてた仮面ライダー。1話からこんなに面白いなんてもうあまりにも感動しすぎて涙出てきたよ。本人が死ぬと取り付いている悪魔も死んじゃうっていうライダーで言うと電王とかみたいな設定があったり、古い要素とかを取り入れながらも令和のライダー感が出てるっていうのが面白いなと思いました。これからが楽しみ。ありふれたシンプルで子供っぽい設定ながら、ザ・正義のヒーロー感があってとても良いと思います。見る前はうんって思ってたけど、実際見てみると本当に面白くて毎週見てる。予感はしてたけど、やっぱり明るい雰囲気の裏に仮面ライダー特有の闇を描いてた。この先の展開が楽しみだな。オープニングの曲も良すぎる。そしてこれは昔の仮面ライダーを知っている世界線だな。そしてバイスは仮面ライダーリバイスが作品ってわかっているわ。これは、視聴者に呼びかけていたもんね。バイスは、
意思の疎通ができる先進アイテムってすごく良い。この色あせた感じの物足りない薄い色は強化フォームで二人が合体した時にいい感じの色になるってことなのかな。朝からテンション高くて好きです。リバイスは個人的にかなり期待してる。最初は見た目がって感じだったけど、映画見たら全て覆った。バイスのノリが完全にデップーで見てて楽しい。バイスの口がマスクのデザインになってるのがすごく細かい気配りで今の時代を捉えてるなぁと脱帽。デザイナーさんすごい。仮面ライダーには珍しく薄めの配色なのちょっとびっくりしたけど、デザイン含めかなり好き。みんな新ライダーで不安や期待は様々だけど、中間フォームから最終フォーム出るあたりから普通にハマってるから安心して。悪魔と契約で変身アイテムに契約員持ってくるのは活かしてる。ライダーの力は敵組織の力と同じものというのはシリーズを通して不変だな。カラーリング最高。唯一無二。ハンコで変身も契約感満載でスコスコ。バイスが画面のこちら側に話しかけてくる。アメコミでいう第四の壁を越えてくるの好き。ダブルは二人で一人、リバイスは一人で二人なところや、久々の家族や兄弟設定。それに何よりギザギザバ。これが個人的に刺さる。悪魔モデルなのにカラーリングはポップで、個人的には令和ライダーの中では一番好き。久しぶりにノリノリな主人公った気がする。令和ライダーのテーマってゼロワンイコール AI セイバーイコール本ブックとなると、リバイスは契約コントラクトになるんかな。50周年だからトマタ歴代ライダーが絡んできたらどうしようと思っていたが、かなり独自路線でちゃんと独立した話として楽しめそう。デザインとか電を意識してそうだし、風呂のシーンとか牙思い出して世代の自分はなんか懐かしい気持ちになった。正直こんぐらいシンプルなライダー待ってた。昨今の情勢で暗いムーブがある中、ヒーローが明るくぶっ飛ばすみたいな話でも面白そうやし、そういう路線かもと思うと楽しみ。印鑑が電子化されて、いずれ印鑑を知らない子供が出てきても、仮面ライダーには印鑑っていう文化を残されてるから印鑑はなくならないという東映のメッセージを感じる。50周年だけに五十嵐はなるほどすぎる。実印をなくして電子印鑑への移行が進む時期にあえて実印のアイテムを売り出していくとこが面白い。マジでヒロミさん好きすぎる。ヒーローはいつまで経っても来なかったから自分がヒーローになる決意かっこよすぎる。電子スタンプが主流になってきている今、契約にハンコが必要って今の子供に伝わるのかな。ラスト、リバイバーサスバイスとかなったらそれはそれで熱いな。真面目でまっすぐなだけじゃなくて、めちゃくちゃ情に熱いヒロミさんの人柄が出てて、これがヒロミさんが部下たちに慕われる理由なんだろうなと思った。絶対死ぬなよ。兄弟の絆に感動して泣いちゃうヒロミさん、めっちゃいい人。頼むから退場しないでくれー。ヒロミさんもともと1話で死ぬはずだったのに、ここまで人気出るってすごいと思う。 OP ガキ、禁断の力さえも味方につけてって、かし仮面ライダーっぽくてめっちゃいい。とにかく最高の OP です。どのライダーにも言えるけど、子供向け番組とは思えないぐらいかっこいい主題歌なのが好き。一気とバイスの内心を会話形式で描写してるおかげでテンポが良くなったし、毎回繰り返される変身シーンも背景の文字に注目することによってより物語に熱中できる。良い演出だね。変身と変身をかけてるんだよね。そして多分 LINE にもかけてるんだろうね。変身できる SNS は他にもあるから、その中で LINE とかけることができる LINE を選んだんじゃない。細かい描写だけど、契約者が改心して終了じゃなくてちゃんと更生施設に送られるの好きよ。変身決意までの描写も丁寧だし、主人公サイドとゲストサイドの話のまとめ方もうまいですね。脚本のまとめ力すごい。物語序盤でコンビ解散の危機になったり、好き勝手する相棒を叱るところとか、二人でコンビのライダーの電王やダブル感があって、リバイスたまらないほど大好き。生身で戦う一気に立ち寄るバイスから契約を迫る一連の流れの演技良すぎて永遠に見てられる。リバイスって話だけ見たら超絶シリアス一辺倒なのに、キャラだったりアイテムボイスの明るさでそれを絶妙に中和してるの。本当にすごいと思う。こういう不穏な感じのシリアスな物語のライダーめっちゃ好きだから、リバイス楽しみ。一気の言うこと守る契約をいつか良い意味で破るタイミングが来るんだろうな。武器の使い方の説明やパワーアップの仕方が自然でいいね。戦いながら気づくのは本当に良い。変身しないで死ぬまで戦おうとすることでバイスに人を襲わないってことを約束させるの電王感あって好き。歴代平成ライダーを彷彿とさせるシーンたくさんあるし、50周年は伊達じゃないんだなって再確認できている。リバイス見てたら、ライダーにとってキックやパンチってほんと大事なんだなぁと実感しています。陽太郎がソードフォームにならなかったように、2話で一気もバイスの力に頼らなかったのマジでジャブすぎてよかった。敵を取り逃がすんじゃなくて1話に2回ってのがいいなと思った。
やっぱこういうバーサス怪人をもっと見たい。戦う決断の流れが丁寧だし、綺麗に2つの問題を1話にまとめられてる。ギャグキャラがいるから他のキャラたちが変にギャグに走らないの好き。個性的なキャラが多く、毎週続きが楽しみです。ボイス表金で楽しいキャラだけど、ところどころでしっかりドス黒い悪魔なのめっちゃいいな。敵の変身アイテムと主人公の変身アイテムの見た目が一緒なの好き。敵もバイスも同じ悪魔ってのが伝わってくる。ビルドぶりに見たけど CG がすごい自然で見やすくなってて良いな。ごちゃごちゃしてないし、撮影の工夫もすごい。リバイスは未来ってより道のライダーな感じがして、これからが楽しみ。一期の登場見ると本物のヒーローってこういうものだよなってなる。オルテカとアギレラ様がここまで好感度高まるとは思いもしなかった。ヒロミさんが心の中で男泣きしてるところで一気に好きになった。現代社会へのフラストレーションとか、人間関係の不安とか、悪魔を生み出す要素は現実にもあって、仮面ライダーが時代に合わせて進化してるってよくわかるんだね。バイスがかなり危なっかしいのいいな。どうせ仲間になるんでしょ、とは言い切れない危うさがある。一つ一つのフォームがレジェンドライダーの姿を連想させるような見た目してて、音声もそうだけど、そういう一つ一つの見せ方が絶妙でめちゃ好き。OP かっこよくて、ダーク感もあるからまさにライダーって感じがする。一輝くんめっちゃ覚悟決まってて危ういけど好き。喧嘩したりデコボココンビなのに戦うと息ぴったりなの好き。主人公が最終的に入れ替わったように悪魔みたいになっちゃったりしないか不安。笑顔の裏に闇がちらつく。戦闘で戦闘とかあまりにも化石な親父ギャグがあって笑ってしまう。ツイッターで LINE のトーク画面では自分が右側って感想を見てから、リバイスの変身前のトーク画面見てゾワゾワしてる。